時刻土星が中級になる一月11月ですので、時刻といえば陰の極みですね。陰の代表です。陰って陽と陰ですね。ということは陽じゃない陰っていうことはどういうか分かりますよね。イケイケどんどんじゃなくて、優しさとか受け入れるとか、お世話をするとか、まあお母さんとかね、陰で縁の下の力持ちとか、そういった気が巡っているね。だから11月は優しさ、まあゆっくりのんびり、また着実にとか真面目に地道にとか、そういうエネルギーですよね。はい、ナッチンは再生金っていうやつなので、かんざしって意味なんですけど、かんざしって髪を束ねるのに使いますから、みんなの意見を束ねるとかね、みんなをまとめるとか束ねるっていう金も巡っている。そしてイノシシの月なんですね。11月はイノシシは核ということで、種のさらに奥の粒っていうことで、真ん中の大事なものだけ残すみたいな時ですから、真ん中ドストレートに大事なものをやるとか、そういう気もあるわけですね。無駄なことしない。まあ時刻土星は無駄な動きしませんからね。まあ無駄な動きっていうか、全体的に動きが少ないから無駄な動きもないみたいな説もありますけど、なんでまあ無駄なことしない、もうドストレートに必要なことだけやるみたいな、そんな風に過ごすのもいいんじゃないかなと思うんですね。なので時刻中級の今月は、まあ女性らしさ、スカートもたくさん履くといいと思うし、受け入れるとか需要とか従順、影とか縁の下の力持ち、優しさ、そして強さですね。お母さんの強さみたいなね、なんていうか、そういう魅力的な月になるのかなって感じです。はい、別に積極的なことやっちゃいけないとかそういうことではないですけど、そういう気が巡ってますよっていう感じ、そんなところを参考にして過ごすといいんじゃないでしょうか。そして、11月のキチカフェお得デー、開運デー、キチカフェお得デーですね。非番と月番が重なっている基地が色濃く取れる日っていうのが11月は3日間あります。それが11、20、29ですね。その3日間です。基地カフェについて知りたい方は、毎月非番吉報無料講座っていうのをやっています。基地カフェっていうのが非番吉報のことですね。私が基地カフェって愛称で呼んでいます。基地カフェって何、非番吉報ってやってみたいっていう方がいたら、ぜひご参加ください。でそれに参加してもらって、良ければ基地カフェオンラインサロンに入ってねっていうものですからね。基地カフェオンラインサロンのお試し講座っていう感じになります。基地カフェオンラインサロンに入ると、基地カフェのエキスパートになれるって感じ。もう詳しい、非番吉報に関することはもう詳しくなれるよっていうオンラインサロンです。月1回の定例ズームでプチ講座と質問会をやって、質問フリーの環境があるよっていう感じです。まず1番の全体運で、2番のラッキーアイテムはパワーストーン、ラッキーフード、ラッキープレイスを言います。そして3番で今月のワークっていうのを入れようと思います。今月私6泊ですけど、6泊はこういう風なことをちょっと書き出してみる、書き出しワークですね。もしよかったらコメントに書いてもらってもいいんですけど、こういうことをちょっと書き出して心がけてみませんか。ちょっと運勢が、皆さんの運勢が上がるようにちょっと考えてみたんですけど、それやってみましょうかねって感じで、4番その星の特徴ですね。6泊なら6泊ってどんなんっていうことを毎月1個ずつ特徴を取り上げてお話ししています。それによって自分の星がどんなタイプ、どんな感じなのか理解できて、自分のことを知るっていうのは開運になりますから、参考にしてねって感じです。本命星と傾斜を参考にして聞いてもらえると嬉しいです。参考になりますのでお願いします。
はい、ということでお待たせしました。一泊彗星の方いるかしら。一泊の人ってね、いるんだけどね、私がコメント読むのが大変だと思ってね、コメントしないでくれてるんですよね。素晴らしいね、一泊の優しさって。自己主張しないみたいな。でもいつも見てるんですよって何かの時に教えてくれるんですよ。もう本当に一泊の人しびれちゃうよね、そういうところね。優しい、優しいです。はい、そんな一泊の人は南東に来ていて星5つです。やったやった。破壊がかかってても気にしない、星5つです。大丈夫です。体調が回復して案件がね、東で案件かかってたけども案件も取れて、人のご縁もいいし収入も安定、安心安全な南東に来ていますね。なんかこう10月9月が、あ、8月加入して9月もまだまだで10月土曜になっちゃったみたいな感じだったと思うんですけども、11月はもう間違いないですからね。破壊そんなに心配しなくてもいいですね。今まで努力してきたことが今月発展するっていう感じです。だからこう、そうだな、私で置き換えると何々講座やろうって決めて準備してコツコツ支度して、で東で宣伝して白くの南東の上で、申し込みが入るみたいな、そういう感じ、そういう場所になります。そして長く続く場所なので、それが継続的に入ってくる可能性もあります。で、破壊は目標を達成する手前でなんかこうちょっと諦めたくなるようなことが起きるんですね。みたいな、もうあと一息だったのにっていう。だけどそこで諦めないっていうことをしてください。その、諦めないかどうかで破壊の影響があるかないかが変わってきます。諦めた途端破壊の影響でも夢破れる、成果が出ない。諦めないで、淡々と続けていけばやってることを達成できます。そこだけです、破壊なんで。淡々とやればいいっていうことです。なんか変に勘ぐらない、こういうことが起きたってことはそれをやっちゃいけないのって意味なのかなとか、変に勘ぐらない、やってください。しっかりやれるっていう感じです。で、駅の川は水風星なので、あなたは井戸の水ですよみたいな、誰にも気づかれない、気づかれないというか、普通に当たり前に思われてるけど水がないと困るように、そういう存在ですよっていうことですね。あなたがいないと何もできないのっていう感じですよ。一泊の人がいないと本当にね、一泊の人いなくなった途端あれどこ行った、これどこ行ったっていう感じ、散らかってんなとか、なんか片付かないなみたいな、そういうなくてはならない存在だけど水だから、まあ普通にあるものって思われちゃうっていうね、そういう運気ですけども、まあそれって一泊の人居心地いいんだよね、多分そういう感じなんで、それも OK だし、何しろ諦めない、目標達成寸前で来そうですけども諦めないっていうことすれば破壊札は問題ないです。はい、そして2番ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはプレナイトですね。ブドウ石って言われている、黄緑の透き通った石で美味しそうな石です。おすすめになります。なんていうか、まあ幸運気ですけどね、気持ちを落ち着かせてくれる、クリアにしてくれるっていう石ですね。
そしてラッキーフードはうなぎになります。うなぎは白く木製の長いにかかってて、うなぎ白くの食べ物なんですけど、今月の一泊さんのラッキーフードです。そういえば今日うなぎ弁当食べたんだ、私、美味しかったはい、続いてラッキープレイスは空港ですね。飛行場、飛行機がある場所ですので、この辺だったらセントレアとか、なんだ、関空とか、関西だったら成田空港とか、そういうところにお茶しに行くのもいいですね。なんか遊びに行く、うん、飛行機見に行くとかでもいいですし、ラッキープレイスが空港になります。そして3番、今月のワーク、今月は今期ですからね、今期ほどあのなんていうか、勉強っていうのが大事って言われてますけども、今月のワークは整えたいこと10個を書き出してみてください。ちょっと漠然としてますけど、まあ白く木星が整えるエネルギー持ってますから、普通にお家の中整えるでもいいし、なんか兄弟なんか親族家族の中を整えるでもいいですし、なんか整えたいこと10個書き出してやれる範囲でやってみてくださいね。あんまり整えたいことの例を言っちゃうと浮かばんくなっちゃうじゃん、みんな。なんでやってみてください。そして星の特徴は、今月の星の特徴は初夏を取り上げてみました。筆で文字書く人ね、書を書く人です。一泊は水ですから、墨って水使うし、半紙に黒いもの書いて白と黒ということで、書道、書は一泊の書意なんですね。だから書を掛け軸にかけて置いとくと一泊のものがかかっているっていうことです。だから一泊が最大吉報の人とかおすすめになりますね、うん、なんで一泊彗星の人ってさ、何でもできるんだけどさ、書も書いたりさ、絵も書いたりできたりさ、それなのにさ、会社員もできるしさ、看護師さんもできちゃうし、秘書みたいなこともできるし、飲み屋もできるし、なんかこう硬い仕事もできるし、本当水だよね、馴染めるっていうか。政治家も多いし、一泊の人根性がすごい強いですので、一泊って政治家もできるし、本当にね、そこ芸術いける、事務的なのいける、お金の計算もそんな苦手じゃない、なんかそういうマルチな感じですけど、まあ、今回は書家っていうのを取り上げてみました。だから書を書くとか、そういうなんていうかな、芸術性のあることとかも結構突き詰めてやるっていう感じの人いますので、いろんなことができる人かなっていうふうに思いますけどね、一泊の人って。なんでまあ初夏やりたかったら一泊おすすめです。本当にやりたかったら仮吉報とか引っ越し方位を整えれば夢は実現に近づいてきますから、本当に子供が初夏やりたいとかね、書を書きたいとか言ったら絶対基地引っ越しはしとくといいと思います。はい、おすすめになります。皆さんに役に立つね、生活に役に立つ動画をアップしています。今アップしてるのは新年セミナー、2022年の新年セミナーアップしてるので、よかったらね、なんか豪雨の年どんな年になるのかっていうお話ししてて、今年がもう半分以上過ぎてるから、見てみると結構なんていうか、勉強になるかなって思います。それから運が良くなる5つの習慣っていう動画を出してますので、今日星の特徴喋りましたけど、そういったその星の人の特徴を5つの習慣としてね、特徴っていうか、まあ
それを守ると運が良くなるよって5つの習慣を出してますので、それも好評いただいてますので、ぜひご覧ください。あと今これから出したいなと思ってるのが、その吉報位、明日は開運デーみたいなタイミングで吉報の方位を出すっていうのをやりたいし、あと私今メルマガすごい一生懸命毎日書いてるんですけど、まあ、楽しんで書いてるんだけど、そのメルマガの内容を動画でアップしたいなと思って、例えばあの昭和世代の私たちがこの新しい時代にどうやって生きていけばいいのみたいなメルマガを書いたんですけど、それを動画にして、あのもう少しなんか違う、その動画にするとまたちょっと違う観点になるから、なんかそれをやりたいなってずっと思ってんだけど、思ってからずっと忙しくて全然間がないんですよね。なんでまあ、あのですがやりたいと思っています。まあ、そういうメルマガで書いた内容を動画的にしようかなって、皆さん の, あのお役に立つような、あそうやってやればいいんだ、そうやって考えればいいんだって楽になるような内容をアップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてもらって、ご案内が届くようにアップしたよみたいなしてもらえると嬉しいです。すごい頑張ってますのでね、動画もね。はい。